そしてこの時に出るとですね、同時にフィリピンの東の海上、フィリピン海に中心気圧986ヘクトパスカルの台風18号コンパスらしき等圧線の渦が見え始めています。中心気圧975ヘクトパスカルに今下がってきました。一番先の予報ですね、10月11日月曜日の午後11時ですから、夜10時の時点ですね、この3つのトリプル台風、中心気圧933ヘクトパスカルの台風18号コンパスらしき熱帯低気圧を等圧線、台風卵から台風18号に成長発達しているかに見えます。そしてその隣、東側の海上、フィリピン海に中心気圧980ヘクトパスカルの台風19号ナムセイウンらしき熱帯低気圧の等圧線、すでにこちらもですね、21メートルといったところもありますので、台風に成長発達を遂げています。そしてさらに右側、東側になりますね、フィリピン海、中心気圧1000ヘクトパスカルの弱い等圧線ですね。こちらはまだ台風の規定値である17メートル以上には成長発達してきていないので、台風の卵の段階であるかというふうに、台風速報、台風速報の時間がやってまいりました。早速ウィンディの GFS モードで見てまいりましょう。まず日本列島東の海上にある等圧線ですね、台風16号ミンドルになります。あとはですね、もう徐々に日本列島が離れていくのみとなっているんですが、気象庁の最新情報ですね、まあ、この後は温帯低気圧にですね、衰退していくというような気象庁の最新情報が出されているんですが、台風16号ミンドルによる甚大な被害というのは報告されていません。まあ、その点ではですね、まあ、日本上陸も含めて心配していたほどの影響はなくてですね、まあ、良かったのかなという感じはいたします。この後ですね、日本列島上空、昨日の動画でもお伝えした通りなんですけれども、大きな太平洋高気圧がこのような形で、張り出してきます。まあ、その点ではですね、まあ、しばらくは台風の中休みかなという感じはいたします。ところがですね、 GFS モード9月5日の火曜日あたりになるとですね、もうすでにフィリピンの西の南シナ海の海上にですね、早くも1000ヘクトパスカル、999ヘクトパスカル前後の台風17号ライオンロックの卵らしき活発な対流活動を表す熱帯上乱円の等圧線が現れてきます。まだ弱い段階、6日水曜日の午前3時の時点でですね、この等圧線が徐々に成長発達している気圧配置を読み取ることができます。6日のですね、お昼になるともうすでに最大風速19メートル前後ということで、気象庁の台風の規定値である毎秒17メートルを超えてきています。20メートルを超えてきているこの等圧線の幅がですね、狭くくっきりと成長しだしてきているのをご確認いただけるでしょうか。中心気圧982ヘクトパスカル。あと10月7日木曜日のですね、朝11時の時点です。南シナ海の海上を北上していっている台風17号ライオンロックらしきこの等圧線が狭くなってきてですね、成長発達してきているのをお分かりいただけるでしょうか。中心気圧958ヘクトパスカルにまで下がってきています。まあ不幸中の幸いと言いましょうか、日本列島からは遠く離れた海上ですね、南シナ海をですね、中国大陸のある方角へ北上していっているのがお分かりいただけるでしょうか。そしてこの時に出るとですね、同時にフィリピンの東の海上、フィリピン海に中心気圧986ヘクトパスカルの台風18号コンパスらしき等圧線の渦が見え始めています。中心気圧975ヘクトパスカルに今下がってきました。10月9日土曜日の午後4時の時点ですね。そしてその隣、非常に近い位置、藤原の効果が現れそうな位置にあるのが中心気圧989ヘクトパスカルの等圧線ですね。こちらも台風の規定値である17メートルを超えてきています。こちらがですね、台風19号ナムセイウンになるかもしれない。
小さなコンパクトな大きさではありながら、2つの等圧線がですね、フィリピンの東の海上に現れ始めています。特にご注目をいただきたいのはですね、フィリピンのすぐ東にある中心気圧940ヘクトパスカル、938ヘクトパスカルまで下がってきている10月11日月曜日午前8時の時点ですね。そしてその隣の東側にある979ヘクトパスカルの等圧線、10月11日月曜日の夜6時の時点、もう一つ東側にですね、中心気圧1000ヘクトパスカルの弱い等圧線、低圧部を表す等圧線が現れ始めています。一番先の予報ですね、10月11日月曜日の午後11時ですから、夜10時の時点ですね、この3つのトリプル台風、中心気圧933ヘクトパスカルの台風18号コンパスらしき熱帯低気圧を等圧線、台風卵から台風18号に成長発達しているかに見えます。そしてその隣、東側の海上、フィリピン海に中心気圧980ヘクトパスカルの台風19号ナムセイウンらしき熱帯低気圧の等圧線、すでにこちらもですね、21メートルといったところもありますので、台風に成長発達を遂げています。そしてさらに右側、東側になりますね、フィリピン海、中心気圧1000ヘクトパスカルの弱い等圧線ですね。こちらはまだ台風の規定値である17メートル以上には成長発達してきていないので、台風の卵の段階であるかというふうに思われますが、この3つのトリプル台風とおよびその卵ですね、が並んでしまっている状況、こちらの状況をご確認いただくことができたでしょうか。それでは次、ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとするECMWF モードに切り替えて、時刻をですね、本日10月2日土曜日の午前11時に戻します。再生を試みてまいります。今現在の時刻はですね、日本列島の東の海上に見えるのが台風16号、ミンヌルなんですが、徐々に離れていってます。今現在の時刻なんですが、2日土曜日の午前10時45分、13秒になったところであります。とりあえず台風16号ミンドルがですね、日本の北東の海上に去っていった後はですね、ECMWF モードも GFS モード同様に非常に穏やかな太平洋の大海原、太平洋高気圧に上空がすっぽりと覆われた状態でですね、台風の中休みの状態が続きます。ただ ECMWF モードはですね、 GFS モードほどにくっきりとした台風の等圧線というのは現れてきません。とはいえその兆候は出てきます。10月4日月曜日の午後2時の時点ですね、弱い等圧線、中心気圧1200ヘクトパスカルの形の崩れた等圧線が現れては消えといったような状態を繰り返します。しかしながらこの等圧線はですね、はっきりと見て取れるのはフィリピンの上空、フィリピンを東から西横断していく様子が見て取れます。10月5日火曜日の午後3時の時点、まだ等圧線はですね、はっきりしてこない状態で、ぼんやりとしてはいるんですが、しかしながらですね、この低気圧がですね、東から西へと移動していく様子がはっきりと見て取れます。まだ台風17号、ライオンロックの卵も、そしてその前身である活発な対流活動を表す熱帯上卵炎も現れてきません。10月6日のですね、水曜日夜8時の時点ですね、10月7日木曜日の午前3時になっています。この段階になるとですね、ようやく南シナ海、日本列島から遠く離れているんですが、フィリピンの西の海上の南シナ海で中心気圧1200ヘクトパスカルの低圧部、台風17号、ライオンロックの卵らしき、まだ卵にも成長発達していない活発な対流活動を表す熱帯上卵炎が現れ始めてきます。中心気圧1000ヘクトパスカルですね、1000ヘクトパスカルの状態でゆっくりとですね、南シナ海の海上を北上し続けています。まだこの段階では台風の卵である熱帯低気圧にも成長発達してきていないこの等圧線、中心気圧1000ヘクトパスカルでゆっ
ゆっくりと北上を続けています。中国大陸に向かっていますね。台湾と中国大陸に向かってですね、緩やかな成長を続けながら北上を続けています。まあ、周辺の最大風速もですね、まだ2桁に到達してないんです。ああ、でも12メートルのところも出てきましたか。最大風速12メートルのところが出てきながらもですね、まだ熱帯低気圧にも成長発達していないのではないでしょうか。気象庁がね、熱帯低気圧のこの発生の情報を出すとですね、この台風の進路予想図というのも同時に示されるんですけれども、熱帯低気圧の定義というのがですね、どうもこう、はっきりと定義づけられていないんですね。まあ、台風の規定値はね、まあ、毎秒最大風速が 17.2 メートル以上というような規定値があるんですけれども、この熱帯低気圧の定義というのはですね、この最大風速に関しては、定義づけというのはどうもなされていません。毎秒何メートル以上が熱帯低気圧であるというような定義づけはなされていないんですね。どうもね、この南シナ海にある低圧部の等圧線、これは台風には成長発達して来ないような形になります。ただ、はっきりとわかるのは、フィリピンを中心として、東から西の方角へ移動している、まあ、厳密に言うと、北西の方角ですね、に移動を続けているということだけははっきりとわかります。そしてですね、こちらです。早くもフィリピンの東の海上、一番最終日、10月11日月曜日の夜8時の時点でですね、台風18号、これもまだ台風の規定値である17メートル以上には到達していないんですが、台風18号、コンパスの卵らしき熱帯低気圧の等圧線が現れ始めています。まあ、これも台風18号に成長発達するかどうかというのもちょっとわからないところ。まあ、非常にぼんやりとしている等圧線が3つ並んでいますね。まあ、一応フィリピンの東の海上にもですね、中心気圧1006ヘクトパスカルの低圧部の等圧線があるんですが、まあ、GFS モードに比べるとですね、まあ、非常にぼんやりとしているという印象があるのが ECMWF モードになります。それではですね、次、ドイツ気象局、ダイチャ・ウェター・ディーンツの気象モデルをベースとするアイコンモードに切り替えて、時刻をですね、本日10月2日土曜日の午前10時に戻して再生を試みてまいりましょう。上に見えるのがですね、日本列島の北東の海上、太平洋上にある台風16号、ミンドルですね。太平洋を北東方向に上がっていくんですが、北海道地方と東北地方はまだ強風域に入っているという気象庁の最新情報がございます。強風域というのはですね、最大風速15メートル以上の強風域ということですね。十分な注意をされてください。この後はもう台風16号ミンドルに関してはですね、温帯低気圧に変わっていくだけというのが気象庁の最新情報で出されています。気圧を見ていくとですね、10月3日日曜日の時点、夜11時から10月4日月曜日の午前3時になっていますが、ECMWF モードと GFS モード同様にですね、日本列島の上空を太平洋高気圧がすっぽりと覆っているような状態になっています。ですから、まあ、この状態、しばらくは台風の中休みということで、熱帯低気圧の発生もですね、数日間はないのかなという感じはするんですが、GFS モードに限ってはですね、もう10月の5日火曜日の時点で現れ始めている、フィリピン海近海ですね、現れ始めているので、引き続き10月は警戒が必要ということになってきましょうか。アイコンモードもですね、10月5日火曜日のあたりから、まあ、非常に弱いながらもですね、熱帯上乱、つまりですね、台風の卵のさらにその前段階である、活発な対流活動を表す熱帯上乱円を示す低圧部の等圧線は、現れ始めてくるんですね。フィリピンの東の海上です。10月6日、一番先の予報ですね。アイコンモードはですね、
一番先の予報が10月7日木曜日の午前0時までとなっているんですが、この段階でですね、すでにフィリピンの東の海上に、中心気圧、1001ヘクトパスカルの台風17号ライオンロックの卵らしき、低圧部の等圧線が現れ始めています。まだね、熱帯低気圧にすらでも、熱帯低気圧にすらなっていない等圧線が現れ始めているんですが、今後の動向には十分にご注意をいただきたいと思います。台風速報。参考にですね、気象庁の最新情報も見てまいります。台風16号ミンドルはですね、9時50分発表の気象庁の最新情報では、種別は温帯低気圧に変わっています。これがですね、本日10月2日9時の実況ということになりますね。そして台風16号の情報は出ているんですが、その他の台風17号、18号、19号、20号の最新情報というのは、当然、熱帯低気圧発生の情報も含めて出されていません。ということで、これが全ての10月2日の最新情報ということになりますね。台風速報。じゃ最後まとめますね。まとめに入るんですが、やはりご注目いただきたいのは GFS モードなんですよね。GFS モード。まず、台風17号、ライオンロック。こちらがですね、南シナ海に現れ始めます。そして徐々に徐々に成長発達を遂げながら、まあ、不幸中の幸いは日本列島から遠く離れた南シナ海の海上で中国大陸へ上陸していく、この進路層をたどっています。これが台風17号、ライオンロックですね。そして、駒を進めて一番先の方、10月11日月曜日からですね、10月12日火曜日の午前0時の時点でですね、この3つのトリプル台風が、まあ、卵発生も含めて現れ始めているということです。すべてフィリピンの東の海上、フィリピン海に、その姿を等圧線で確認することができるということですね。ですから、フィリピンの一番近い位置、東の海上に中心気圧933ヘクトパスカルの非常に発達した台風18号コンパスらしき熱帯低気圧の等圧線を確認することができます。これは今後このどのようなルートをたどるかというのはですね、トロピカルティビッツのサイトを見ればわかるんですが、こちらは動画の尺が長くなるので、詳しく解説はいたしません。いたしませんが、十分に警戒すべき台風18号コンパスパスらしき等圧線ということになります。そして、その右側、フィリピン海の東の海上ですね、中心気圧980ヘクトパスカルの、まあ、コンパクトな大きさではありながらですね、くっきりとした台風19号、ナム星雲らしき等圧線が現れ始めています。中心気圧は980ヘクトパスカルで、こちらも警戒をしなければなりません。そして、さらにその右側、フィリピン海の東側ですね、弱いながらまだ台風の規定値である毎秒17メートルには達していない中心気圧1000ヘクトパスカルの低圧部の等圧線が現れ始めています。これがですね、台風20号マーロウになるのかならないのかといったところの、まだ熱帯上乱円の段階の活発な対流活動を表す等圧線となっています。トリプル台風が並んでいるのがですね、一番先の予報、10月12日月曜日の午前0時の時点ということになります。まあ10月というのはですね、まだまだ油断できないんですよ。まあ台風シーズンは9月ですけれども、まあ10月に入ってからもですね、過去に、まあ、これ私のブログなんですが、台風19号ですね、2019年の令和元年東日本台風19号、ハギビスがですね、伊豆半島に上陸したのがですね、10月12日の伊豆半島に上陸したのが気象庁の予報部の発表で出されています。ですからまだまだ台風は10月になってからも発生しますよということになってきます。十分な警戒をしてですね、最新情報をこまめにチェックされることをお勧めいたします。私からは以上になります。